バグやエラーでしょっちゅうスケジュール通りいかなくなるのですが、優秀なエンジニアはどのようにスケジューリングしてるんでしょうか。自分が3日でできると思ったシステムだったら、9日間かかりますっていう、基本自分が想定する3倍の時間を言います。で、時間を確保するっていうのと、あとその、プログラムを作るときに、ここは絶対できるよねっていうところは作りません。で、一番最初にやるべきことは、このプログラムの中で一番引っかかりそうなところを最初に作ります。なので、例えばじゃあその、自分が写真を撮って、で、その撮った写真に似た顔のアニメキャラっていうのを表示するアプリを作りますみたいな仕事だったとして、で、その写真を撮るとか、で、その写真をじゃあその、なんかクラウド上に上げるとかっていうのは、絶対失敗しないんですよ。で、問題は、その上げた写真っていうのの要素をどう掴んで似たアニメキャラを出してくるかっていう、そこのアルゴリズムなんですよ。要はアニメキャラ、じゃあ1000種類のアニメキャラ引っ張ってきますとかだったら、なんか適当にググってネット上で拾ってくれば撮れるので、そこは何とでもなると。なので、その撮った写真の人間の顔の抽象化と、その抽象化したものと、その似たキャラクターがどれぐらい似てるかっていうアルゴリズムをどう調整していくかが多分一番時間かかるので、そこから始めます。なので、そのなんか、アニメタイトルとアニメキャラっていうので、じゃあその画像のバーンって拾ってきて、で、その人間の顔っていうので、じゃあその、なんか適当にそのなんか機械学習かなんかにぶち込んで、近そうなやつを出すっていうのを、なんかパラメータいじって、一番近くてそれっぽいのになるわけで、で、それが完成したら、あとはまあ、ありきたりなソースコードをひたすらコピペすれば動くと思うので、っていう感じで、システム設計するといいんじゃないかなと思います。